左から村垣則政、新見正い小栗忠政1860年、村垣則政明治13年3月15日は、江戸時代末期の旗本、外交官。署名は則忠、だ。号は、阿波そ通称は与三郎。関東は、淡路守る。文化10年江戸築地で、旗本、村垣則之の次男として生まれる。 村垣家は代々庭番役を務め、祖父、貞行は松前奉行、勝手係勘定奉行まで登った。その功により、のりまさは、天保二年、新規に召し出され、小獣人格庭番となり、後下二年には細工頭、安政元年には、まかない頭を経て、勘定吟味役に抜擢。解剖係、江戸地係として、同年三月より、江戸地、 カラフト巡視を行い、日露国境を確認。10月に、江戸に寄付した。同年、ロシアのプチャーチン艦隊の再来日に際して、筒井正則、川地敏明ららと共に、ロシ応接係として、伊豆下田に赴任した。翌年以降、函館兵庫用、内海大馬伏進並びに大筒入り、大船その他、製造御用、東海道筋側、 不信係などを歴任。安政3年7月には、函館奉行に昇進し、9月には、従語医師と淡路守るに助された。先人の堀敏博氏とともに、蝦夷地の調査、移民奨励、開拓事業を推進。1857年には、アイヌの間で蔓延していた、天然痘対策のために幕府に、首都のできる医師の派遣を要請し、 クワタリッサイラが派遣されて、大規模首導が行われた。これは、幕府が正式に認めた初の首導であった。安政5年には、安政の大国で免職となった、岩瀬忠成に代わって、外国奉行に任命され、さらに翌年には、神奈川奉行を兼務するなど農理ぶりを買われた。ワシントン海軍交渉での使節団、聖師、ニーミマサ福士村垣ノリ 観察、小栗忠正、環状法組頭、森田清之、外国奉行と支配組頭、なるせ聖天、外国奉行支配領番各長役、塚原正義安政7年日米、修好通商条約批准諸交換のため幕府が、アメリカへ派遣する、施設団の福祉を廃止、正月に、米国軍艦防波探号にて、太平洋航路で出航。 途中ハワイに寄港し、3月にサンフランシスコに到着。ワシントン DC に向かい、4月3日に批准書を交換。アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ブキャナンと会見した。キロはナイアガラ号にて、大西洋航路を取り、南アフリカ・インドを経由して、帰国、9月27日に、江戸へ到着した。この間、国名な公開日誌を残した。 帰国後、功績により300国を加増され、500石取りとなった。同年11月プロシアの外交官、フリードリヒアルブレヒトツーオイレンブルクとの間の日、広市就交通省条約締結にあたり、交渉中であった、堀戸市広市が突然謎の自陣を遂げたため、その交渉の任を引き継ぎ、翌月、日本側全県として、調印に臨んだ。 文久元年ロシア艦ポサドニック号が、津島芋先浦を占拠するという事件に際しては、函館において、ロシア領事、ゴシケビッチと交渉し、退去を求めた。また、函館港の砲台建設も促進した。文久3年6月には、作事奉行に転じ、翌元治元年には、西のマルル水、若年寄り支配寄り合いとなり、一戦から退属。 明治元年には、病のためと称して隠居、合わそうと合した。明治新後は官職につかず、明治13年に、東京にて没した。去年68、墓は、谷中墓地に建てられた。県米施設の護衛として、関林丸に乗船した、軍艦奉行、木村義武は、村垣を、機敏にして、リムに連立すと表した。一方、 福知玄一郎は、純子たる族にいて、いささか経験をせきたる人物なれば、元よりその器にひずと酷評している。作曲家のハットリーズ郎は、直系の子孫にあたる。ありがとうございます。